人工降雨とは人工的に雨を降らせる気象制御の一つ。降った雨は人工雨とも言う。雪を降らせる場合は人工降雪という。クラウドシーリングは気象種まきとも訳される。この記事では特に中気がない限り、後舎について記述する。雨は熱帯地方では例外もあるが通常は氷点下接し15度以下の低温の雲の中で、 発生した氷床が消化角となって周囲の水蒸気を吸収して切片となり雲中を落下して成長しながら断光期には途中で溶けて雨粒となって降る。寒光期でも気温が高いと溶けて雨になる。いずれにしても雨を降らせるには雲の中に氷の粒を作る必要がある。その氷床を作るのは空気中に浮かぶ微小な粒子で 主に海の波しぶきで吹き上げられた潮の核であり、他に陸上から生じた砂塵などの粒子もある。それらの周りに雲の中の水蒸気が消化と低温の影響で氷となってつき、はじめに述べたように成長して、切片となるのである。雲の種を巻くための飛行機ができるには、以上のように核になる粒子と低温の雲が必要であるが、 ある程度発達した石雲や草石雲の上部では温度は摂氏0度以下になっているものの氷点下摂氏15度くらいになるまでは過冷却といってまだ水滴のままであり摂片の形成に至らず雨は降らないそこへ強制的に摂片を作るような物質を散布してやれば雨を降らせる可能性ができるわけでこれが人工降雨の考えであるこのような方法は クラウドシーディング、あるいは単に、シーディングとも呼ばれる。その材料として、ドライアイスやヨーカギが用いられる。ドライアイスを飛行機から雲に散布することで温度を下げ、またドライアイスの粒を核として、氷床を発生、成長させる。また、ヨーカの場合は、その結晶格子が六方小型といって氷や雪の結晶によく似ているため、切片を成長させやすい性質がある。 また、ドライアイスの代わりに液体炭酸を用いる手法もある。散布の方法としては、飛行機を用いるほか、ロケットや対空砲による打ち上げもある。ヨー銀の場合は、地上に設置した発煙炉から煙状にして雲に到達させる方法もある。ただ、散布する物質が環境に与える影響を懸念する声もある。ヨーカは、 弱い毒性があり大量に異常摂取すれば悪影響もあり得るとされる。人工降雨はある程度発達した雨雲がある場合に有効であり、かつ成功するもので雲のないところに雨雲を作って雨を降らせるのは不可能である。その雨量も本来の雨量を1割程度増加させるくらいで自由に降水量を制御できるまでには至っていない。ある程度発達した雲においても スーパーセルなど非常に強い上昇気流や複雑な気流を伴う雲の場合、降水を制御するのは困難である。また気流などにも左右されるため、特定の場所に降雨をさせることは不可能である。古代から水不足に人々が悩まされた場合には、雨乞いなどの気祷を通じて雨を人工的に降らせたという記録が各国にあるが、当時のデータが不十分のため、 実証できていない。ただし、大規模な焚き火によって、煙やゴミが空中に登り、それが、シーリング物質のような効果を持ったのではないかと、推定する説もある。近現代において、人工降雨が科学的に研究されるようになった。具体的な手法は伝わっていないが、20世紀初頭のアメリカ合衆国の気象学者、チャールズ・ハット・フィールドは、職業的に、 人工工雨を行っていた。1946年11月14日に、ゼネラルエレクトリックの研究所に所属していた、バーナード・ボネガットは、8日銀が雲の核を形成する薬品として使える、ことを発見。同年、同じ研究所に所属していた、アービング・ラング・ミュアによって、初の実験が行われた。第二次世界大戦直後の日本は、 電力需要の大半を水力発電で賄っており、干ばつや渇水機になると発電量は低下。計画停電や突発的な停電が連日のように頻発して復興の阻害要因となっていた。このため1950年代から70年代にかけて渇水対策や水資源確保、水力発電用の水確保を目的に各地で実験が行われた。 1951年、東京電力は、東京大学地球物理学教室のマサノシゲル法、教授らに依頼し、ラジオゾンデを福島県上空に上げて、ドライアイスとヨー銀を霧状にして巻く実験を計画したが、10月下旬の期間の天候は良すぎて、人口といえども降雨は期待できなかったため、合図若松市市内でヨー銀を燃やす、初歩的なものにとどまった。 しかしながら、新聞報道で実験の状況は報道され、全国的に注目されるものとなっていた。なお、発電量に占める水力発電の比率が低下するにつれて、研究は下火になっていった。近年、国際連合などが2025年までに世界的な水不足に直面すると指摘したのを受けて、 文部科学省は平成18年度より活水対策のための人工工具、公設に関する総合的研究を立ち上げている。文部科学省活水対策のための人工工具、公設に関する総合的研究では人工工具及び人工公設の2つが研究された。責任機関は気象庁気象研究所研究代表者は 村上正隆研究所訪問部科学省、活水対策のための人工工具、降雪に関する総合的研究においては、以下のような手法を用いて研究が実施された。などの種々の手法を用いて、これまでにない総合的人工工具、降雪研究を実施し、合わせて、活水緩和対策としての水資源管理技術の高度化を図る。研究内容以下、 人工降雨に関する研究についての内容を記す。平成18年度から平成20年度にかけての第一期研究では、第2期においては、なお、研究の成果については、とされた。インドでも2003年から2004年にかけて、アメリカのウェザーモディフィケーション社のとの提携によって、人工降雨を行った。2008年には、アーンドラプラデーシュ州においても実施された。 アメリカ合衆国では、干ばつ対策で人工降雨が実践されてきた。また、雷雨時の氷を減少させたり、空港での霧を低減させるのにも実践されてきた。スキーリゾート地でも人工降雪が行われている。北米週間気象調整会議では、北米11の州とカナダのアルバータ州において、気象制御プログラムが進行している2006年には、 ワイオミング州において880万ドルの予算で人工降雨が実施された。アメリカにおいては以下のような気象調整サービスを行う民間会社がある。フランスでは1950年代に人工降雨が開始された。1951年に大気災害国立対策研究所が設立された。1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故後、 ロシア空軍によってベラルーシ上空で気象種まきが行われた。2006年7月の G8 サミットにおいてプーチン首相はフィンランドの要請に応じてロシア空軍による人工工具を実施したと発言した。2008年6月17日にはモスクワ上空で同軍によるシーリング物質としてのセメント散布が実施されたが一部の セメント袋が粉状にならずに民家に落下した。2009年にはユーリルシコフモスクワ市長が雪のない冬を提言し空軍によるシーリング物質散布を実施した。このセスナ441はハイドロタスマニア社に代わって人工工雨を実施するために使用されている。オーストラリアでは1960年代に 国立科学工学研究機関によるタスマニア州のタスマニア水力発電所での実施が成功している。2004年から2014年にかけてオーストラリア政府及び州政府とスノーウィー水力発電社はタスマニア水力発電クラウドシディング計画を開始人工降設を実施している。ただしニューサウスウェールズ州の自然資源委員会は2006年の会議において 降雪の増加は認められるものの安定した供給は難しいとコメントした。2006年12月にはクイーンズランド州政府は760万ゴードルをかけて温暖雲による人工降雪計画を気象局とアメリカ大気研究センターとの提携によって開始した。2006年からマリトニジェールにおいてアメリカ大気研究センターとの提携で大規模な 人工降雨の実験が行われている。大韓民国では、粒子状物質による大気汚染を軽減させるために、人工降雨により、大気中の汚染物質を洗い流すことを計画。2019年1月25日、飛行機から8日銀を散布して、降雨を発生させようと試みたが失敗に終わった。ありがとうございます。